はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V、2週目をやっていきたいと思います。2週目は、女主人公の千里ちゃんでやっていきます。で、一応ここ年齢書いてあったんだね。ソージってさ、23歳だったんだ。意外に若かったね。20代後半かと思ってたら、まあ、相対的に周りが若いから23歳でも割と上の方になるのかな。で、一応2周目に関しては、引き継ぎは行ってます。で、基本的にはもう女性パイロットしか使わないです。まあ、強制出撃でね、どうしても、使わなきゃいけないところ以外は、もう女性パイロットだけでやっていこうと思います。じゃあ始めていきましょう。まあ、このままでいいですね。あとはそうですね、全く同じルートは飛ばす感じになりますかね。まあ、最初の分岐点まではやっていきますけど。これだけの艦隊がいて止めらんなかったか。この戦艦がどれだけ強いか結局よく分かんなかったかな。アマテラス、あと10分。10分ってさ、10ターンでしょ。絶対やられるよね。サンサなんだ。霧島撤退を援護しますって。これだけ見ると別に援護必要なさそうだけどね。まあ確かにね、ここで沖田艦長が亡くなってたら多分地球は救えなかったからな。残されたものは大変だ。南山って何の人だったっけ。土方とかはね結構覚えてるんですけど。あー、太陽系ってこういう感じになってんだな。一瞬で切り替わっちゃったけど。なんで墜落したんだ、そもそも。エンジントラブルかなんかか。このカプセルが波動エンジンのあれか、材料っていうか、よく分からんけど。まあここら辺は全く覚えてないけど。西暦、新西暦2000年とカウントした。はあはあはあ。シャアの反乱があって、結局空白の10年って何だったんだろうね。で、そこから100年。で、一応ガミラスが攻めてきてて、冥王星からの有星爆弾によって地球は壊滅的な打撃を受けていると。
で海が干上がってるんだよね。で火星に降りた一隻の宇宙船、地球に最後の希望をもたらしていたと。それがさっきのあれか。で霧島が火星に降りた宇宙船から回収されたカプセルとともに地球へと帰還したと。時を同じくして地球では一人の少女がもう一つの希望を月から迎えようとしていた。これがないんか。日本九州地区、村雲掃除3位。あ、千歳ちゃんも3位なんだ。一応ここら辺のやり取りは同じかな。一応今の地球ってどれくらいの人口がいるんだろう。まあ、確かに年下だからね。階級が一緒だから別にタメ口でもいいっしょ。おい掃除みたいな。3位で雑用みたいなものってさ、どういう階級なの。多分あれか、バングレーに乗り込むところが変わるのか。ERS100。 地球の希望。ガミラスも大変だよな、地球まで攻撃を仕掛けに来るなんて。私は出撃するのか。ガミラスをこの目で見るくらいはって。ガミラスを見てどうすんの。機体のトラブルで不時着した。ああ、新型のコスモゼロをお釈迦にしたんだ。あ、結局撃退したんだ。まあ、これは偽装ですよね。ぶっ壊れてると見せかけてヤマトっていう。あ、大気も汚染されるんだね。
科学者たちの出した結論って一応さ、およそ1年っていう結論が出せるだけのなんかコンピューター的なものはあるんだね。だ大気の成分とか分析しないと分かんないでしょ、そんなの。あと1年なんて。人類の希望と未来を背負ったもの、その名はヤマト。あ、そうか、電力いろんなとこから送られてきたもんね。結構まだ世界中にはそれなりの人口はいそうだね。地球脱出の出雲計画。いや、それはないな、残念ながら。沖田提督。出雲計画の選抜メンバーでも出雲計画ではないと。イスカンダルのスターシャ。これは一方的なメッセージだよね、別に。1年で完成させたのか、設計図があったとはいえ、すげえな。あれ、そういえばさ、最終的にさ、ヤブってどうなったの？なんか行方不明になってそっから出てきてないよね。あいつの行方がわからん、結局。あ、もっと言ってやれよ、同じ階級なんだから。ERS100 の調子。希望は無事でした。あれ、でも一応ヤマトが出航するっていうのはちょい前から知らされてたのかな。希望してたってことは、古代とかだって知らなかったでしょ。
まあね、やっぱりギャップっていうのが必要だよね。普段チャラチャラしてても、いざとなったら真面目に。第1話、絶望からの出航。1話一緒だっけ？わからん、もう1話の題名とか忘れた。ゆうちゃんって誰？家族？友達？君はあの時の。俺は本気だからな。あれ、こいつって結局パイロットになったっけ？出撃できる。いなかった気がするな。綺麗だって言ったってことは、森くんも綺麗だって思ってるってことだよね。艦長室もこうやって見るとかなり質素だね。リーダー候補が全て戦死してしまった。あ、そうなんだ。艦長も来たね。
長真田四郎三佐、機関長徳川彦左衛門三佐名前が分かりづらい。航海長島大輔1位、専務長森幸1位、戦術長古代進む1位、めちゃくちゃ偉い人は乗ってないんだ、艦長以外。波動エンジンを始動させるには膨大な電力が必要。あ、そうかそうかそうか。で、電力送ってもらうのか。大和に近づく敵部隊あり。でもこいつらもね、後の方だと完全にただの雑魚敵と化するからね防衛隊なんだ一応こいつ。全く防衛できてないけど。とりあえず乗ろう。乗るしかない。防衛部隊もやられた。今は木を待て。めちゃくちゃ操縦しづらい。ああ、一応制御してくれたんだ。FCS がオートになった。修理装置ってさ、どういう機能なんだろう、マジで。全ての機体を修理できるからね。集中かけて突っ込もう。もうどういう状態だ。ああ、もう
撃墜数はそのまんま引き継がれるね。移動力プラス1、与えるダメージ 1.1。 移動力がプラス1になってんのはかなりでかいな。初めての実戦の割にはさ、140機くらい撃墜してたよね。あれかな、パトリック・コーラサワー的なやつかな、145機。ああそうだ、エンブレムとかね。俺は模擬戦でスペシャルなんだって。パトリック・コーラサワーって模擬戦で1000機撃墜したんだっけ。なんだっけ、忘れちゃったな。もうこれを考えるとまだ140機だからな、全然ダメだな。陣雷を打ちましょう。これが地球人の意地よ。これの威力ならお願いだから当たってよ。行かん、死体が勝負ありよ。なんとかっていうか楽勝だったけどね。電力が足りんか。こいつこいつこいつ、マジ最終的にどうなったんだ。めっちゃいろんなとこから送ってきてくれてるよね。波動エンジン始動。機関始動。フライホイール接続。出圧上昇。90、96、100。エネルギー充填120%。波動エンジン回転数良好。行きます。惑星間弾道弾捉えました。船体を起こせ。偽装を解除。これはこの船は敵の目を欺くため偽装していたのだ。偽装？じゃあ僕たちが見たあの沈没戦艦だ。そうだ、ヤマトだ。宇宙戦艦ヤマトだ。敵惑星間弾道弾をここで迎撃する。主砲発射準備。主砲発射準備。バツビオヤマト発進。バツビオヤマト発進します。主砲発射準備。はい、主砲発射準備。ショック可能。エンジンからエネルギー伝導終わる。照準合わせ。誤差修正よし。マイナス1.3。よし。キャー。一応ヒットポイント5000っていう設定がされてるんだ。
やったこれはあれを乗っ取ったのか、ヤマトの。まあ、確かにね、機体はあった方がいいからね。ここでバングレーが地球に残っててもしょうがないかな。まあ当たり前だけど完全に立場が逆だな。こいつは2位か。とりあえず金も大量にあるから、バングレー、これはもうマックスまで改造しましょう。で武器も10段階よし完璧だ。で強化パーツスロット、これを増やして、引き継いだ強化パーツを装備していきましょう。とりあえずなんか最初の方はここら辺装備しようか。金2倍、タック2倍、SP15 回復、あとはまあハロかね。よしで、ヤマトは残念ながら沖田艦長は男性なんでこのままほったらかしにしましょう。で、スキルルートとかは一応解放はされてるね。まあ特に取れるけど高いからね、ここら辺。アタッカーもね2000かかるんだったらなんかパイロット能力を上げた方が強くなりそうだし、というところで、じゃあ第2週目、1話はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。